武田良介さん。日本共産党の武田良介でございます。よろしくお願いいたします。本法案が目的とする船舶を活用した医療提供体制の整備の推進は、災害が発生し、あるいは感染症が発生し、またあるいはその恐れがある地域において、必要とされる医療を提供することで、国民の生命及び身体を守るために行われるべきだというふうに思います。で、そこで、まず本法案の基本理念について確認をさせていただきたいと思います。衆議院額賀災害対策特別委員長代理。はい、武田委員にお答えをいたします。先ほど金子委員長から説明がありましたけれども、この基本理念につきましてはですね、第2条に述べられております。災害時等における船舶を活用した医療提供体制の整備の推進は、災害が発生をし、または感染症が発生し、もしくは蔓延し、もしくはその恐れがある地域において、必要とされる医療船舶を利用して、的確かつ迅速に提供することにより、当該地域にある医療施設の機能を補完し、国民の生命及び身体を災害、または感染症から保護することにあるということでございます。これはもう武田委員ご承知の通りであります。ポイントはですね、災害が発生した地域においてですね、必要とされる医療を船舶を活用して的確かつ迅速にですね、提供すること。それはですね、当該地域等における陸上の医療施設のですね、補完的な役割を果たしてですね、国民の生命財産を守るということに尽きるとこう思っております。よろしくお願いします。武田さん。船舶を活用して医療施設の機能を補完するということだというふうに思います。内閣府の病院船の活用に関する検討会の報告書を見ますと、さまざまな課題が指摘をされております。病院船が医療活動を行うまでのタイムラインを検討しますと、病院船は災害が発生してから被災地周辺の海域に移動するまでに少なくとも72時間を要するというふうに想定をされております。で、さらに病院船を接岸して活用するためには、被災地周辺の港湾航路について船舶の運用に支障がない程度にまで機能を確保することが必要だというふうに指摘をされて おりまして、で、東日本大震災の際には瓦礫の撤去、接岸場所の安全確認、航路警戒等が必要となり、これらへの作業の着手は地震発生後72時間程度が経過した後となり、緊急物資輸送船が港湾の利用開始まで最短で3日間、多くの岸壁が利用可能となり、緊急物資以外の物資、燃料などをですね、積載した船舶の入港は最短で5日程度を要したというふうにあります。こうした課題について今後どう検討されていくのか、提出者の考えを伺いたいと思います。衆議院津島災害対策特別委員長代理。ご質問ありがとうございます。武田委員のご質問にお答えをいたしたいと存じます。私、東北青森の選出、今日は滝沢委員もおられますが、東日本大震災はまさに地元で起きた大災害であり、まだ未だに脳裏に焼き付いているところであります。その震災というものがまさに船舶を活用した災害医療の提供ということに関わる端緒であったということでございます。で、委員ご指摘のとおり、この病院船の活用にあたっては検討すべきさまざまな課題があると認識をしております。特にですね、災害時における船舶の移動や入港等には制約があるということ、そして病院船の役割は陸上の医療機関を補完するものであるということには、これは留意が必要だと考えます。その上で、地震であるとか津波であるとか、あるいは豪雨災害等といった災害の種類、あるいはその規模に応じ、どのような機能がの補完が求められるのかということが検討をする、それが非常に重要なことであると考えております。で、いずれにしてもこの課題については、本法律の成立後に設置される船舶活用推進本部において
適切に検討されるものと考えております。以上です。武田さん、まとめください。はい、ありがとうございました。医療従事者の方の確保というのも最大の課題だというふうに指摘をされています。その点についても力を注ぐ必要があるというふうに申し述べまして、質問を終わりたいと思います。ありがとうございました。